稲荷神社ですね。降るよ。Thank you.
年に3回しか授かることのできないドッキリ様のお守り。お守りの次の販売日は11月20日日曜日11時から13時。西の壁の方にかけています。龍が狐塚って、この下にあの屋根瓦があります。昔は立派な家が、家じゃなくてあの建物稲荷があったんですかね。気になって行ってみたかったとっきり稲荷神社です。よいしょ。御朱印とかもあるのと、お守りも年に3回販売してるみたいです。よいしょ。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。